もうはいしか言えなかった。お尻拭きもそうです。お尻拭きもゴロニャのお尻拭き2500円です。本当は278円ぐらいで買えるお尻拭きが2500円です。どういうことですか。やられたなぁ。あの時マジやられたって思ったんだよな。マジ早い。値段もついてないしさ、もうマジだからね。なんかね、蓋は黒いやつ。いやマジでね、値段書いてなくて、だから本当は何個も買おうと思ってたの。安いと思ってたから。店員さんさらっと言ったよね。びっくりしたよ、ペコーラ。え、嘘でしょ。お尻拭きが2500円と思って、口には出さないけどさ、あ、1個でいいですかねとりあえずみたいな、切って使おうかなっつって。あー、じゃあちょっと大きいですよねと、切って使いますから、1個でまずとりあえず合うかわからないしつって。もうね、買わないっていう手はなかったの。ほんとお尻拭きがね、なくて、そうそうそう。ゴロニャンさ、なんかね、上手にやるときもあるんだけど、なんかね、ちょっと、下手っちょなときもやっぱあるんだよね。なんか多分緩すぎたりとかして、そう、毛が長いから、ちょっとついちゃったりするの。まあ、べちょべちょにつくわけじゃなくて、ちょっと毛についちゃってるな、みたいな。だからちょっとね。大切に使ってる今は。あ、でももう安いの買ったよ、ペコちゃんも。さすがにネットで、なんかね、濡れてるやつの方がね取りやすい。もう最近さ、爪でカットしてあげたの、爪を。うちの子ほんとさ可愛くてさ、嫌がらないで我慢してんの。ちゃんとマミーにさ抱っこしてもらってペコちゃんが切るんだけど、さすがに一人だとできないの。ペコーラもなんかさ、その一人でだとペコーラも爪の奥まで切っちゃうんじゃないかと思って、マミに抱っこしてもらって、ペコーラが、手をさ、持って、指クッてやって爪出してやってるペコーラって、もう偉いんだよな。ほんとに偉い。もうペコーラまだ怖いから、ほんと爪のさ、1ミリぐらいしか切ってない。ほんと可愛いよ。最近ね、リビングにあるデスクトップのパソコンのさ、なんかデスクトップのパソコンってさ、穴開いてるところあるペコじゃん。穴が。なんかそこで爪研ぎすんだよね、そこで。だから、爪研ぎここペコだよ、つって持ってってあげてる、ちゃんと。ガリ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 、ガリガリガリって穴でやるからさ、いや、爪死ぬぞと思って。やばいよな。いや、わかん、なんかね、デスクトップに穴、なんかポコポコポコって開いてるのない、みんなの。なんかやばい、そこ違うよっつって、こっちだよっつってね、手持ってね、やってあげてる。いや、なんか、ほんとね、朝起きた時が一番かわいい。もう多分、寂しいんだろうね、リビングに誰もいなくてさ。もうマジリビングに誰もいないから、かまってもらえてない状態で、ね。おはようって、行くわけよ。そしたら、にゃーん、あー、かまってよーみたいな。かまってからの、目覚めた瞬間にもうすぐ遊ぶね。もう最近は空気清浄機の上に乗って、そのね、上の近くに、おもちゃを置いてるべこなんだけど、そのおもちゃをめがけてね、頑張ろうとしてる。マジもう、なんだ、なんかさ、その出会った時はあんなにちっちゃかったのにと思いながらもさ、そんなに日にち経ってないのにもう大きいよ、うちの子大きい、マジで。え、そう、キャットタワー買ってあげようかなって思うレベル。いや、まだ子猫だからさ、子猫っつってももう5ヶ月にはなるべこだけど、なってるけどさ、キャットタワーまだ早いのかなとか思いながら、でもあってもいいよなと思って悩んでる、ペコーラ。マミーと相談しなきゃいけないからさ。
え、キャットタワーってちっちゃい頃からっていいのかな。全然いいのかな。もう大丈夫、じゃあ買ってあげようかな、キャットタワー。いや、わかんない、なんかちっちゃいとさ、危ないのかなとか、落ちちゃったりしたらさ、高いところから間違ってさ、落ちちゃったりしてないかなとか思ってちょっと不安になるよ。そう、なんか結構ね、なんだろう、あ、そう、あとさ、あの手のさ、手のあのところの毛がすごいわけよ、ボーボーなわけ、手の指というか肉球の間ので、カットしてもいい、カットできますよみたいな感じでさ、なんか動画とか見たべこなんだけど、なんか怖くてできなくて、ワンちゃん肉球傷つけたら嫌だなと思ってさ、え、トリマーみたいなところも行きたいべこだけどさ、え、うん、トリマーさんでそういうのもやってくれんのかな。ペコーラ自分だったらちょっと怖くてできないからさ、傷つけそうで。え、すごいね、毛がもう伸びすぎちゃってて滑るのよ。え、ね、しかもね、可愛いの、ペコーラの靴下をねてかね、多分ね、足の匂いが好きなのかな、家族の。結構足のところにコテンって寝たりもするペコなんだけど、ペコーラの靴下をさ、まあ、リボンついてたりするんだけど、そのリボンが好きなのかわかんないけど、それをね、ポーンって投げると取ってきて、あの、口に挟んで、まあ、ペコーラの元にちゃんと届けるわけじゃないんだけど、ペコーラ腹筋のところで落とすの。わざとじゃないとも多分落ちちゃうんだと思うペコだけど、もうまた投げてあげるよってポーンって投げるの遊びをね、今ハマってる。いや、マジワンちゃんみたい。本当にワンちゃんみたい。ね、ゴローって、ゴロニャン、ゴロニャンって言ってくれと、やると、こっち見て、タタタタタ、え、めちゃめちゃ怖い、ほんとに可愛い。それ犬じゃないの。いや、犬じゃないんだよね、にゃんちゃんなんだよね。え、今お手も、ねえ、みんなペコアラ、今お手をさ、覚えさせたいペコなんだけどさ、一応ご飯あげる前にさ、ゴロニャンつってお手だよみたいな感じで手さ、あの、なんか握って握る練習してるペコなんだけど、マジ飯に興奮しすぎて覚えてなさそう、うちの子マジで。いや、お手もね、なんかできるみたいな感じで言って、動画とかでもあるべこが、ペコちゃんも、こんだけいい子なんだから、お手できるわと思って、うちの子も、と思って。練習させてんの、今。で、お手だよ、ここ、この手だよ、っつって、ご飯前にさ、ちゃんと練習してるべこなんだけど、飯の方に目行きすぎてやばい。もうペコちゃんが片手で名刺持ってて、ね、ゴロニャンがそこにもう食いつくかのように見てて、あの、ゴロニャンってご飯前に握手ねっつって握ろうとしてても、もう頭はもう飯どころで。ダメだった。でも一応握手ねって言いながらも、毎回は一回タッチしてからあげてる。もう食いつきがやばい、太っちゃう絶対。もう太ってほしくないペコーラー。あ、しかもうちの子そろそろ子供用のチュール、あ、子猫用ね、子猫用のチュール解禁してあげようかなって。今日行ったさ、ところに子猫用のチュールが置いてあってさ、なんか頑張った時とかにあげようかなって。見つけました、子猫用のチュールを。大丈夫かな、チュールしか食べなくならないかな、チュールしか食べ、でもね、あの、ゴロニャン結構ね、なんだろう、今カリカリで、カリカリを主にあげてるペコなんだけど、なんかなんかペットショップでその、なんて言うんだろう、いただいた、なんか変な、なんかアルミホイルにあるような、なんか缶じゃない、瓶でもない、缶じゃないような、なんか、猫ちゃんのさ、なんか美味しそうなやつをね、混ぜてあげてたりもしてたべこなの。でもそれあげすぎるとあれだなと思ってさ、朝だけにしてんだけど、ちゃんとカリカリも食うのね。だからうちの子だったら大丈夫じゃないかなって思ってんだよね。うちの子ならきっとチュールの魅惑にそこまでさ、まあ美味しいっていうのはわかると思うべこだけど、カリカリを食べなくなるとかはないとは思いたい。
大丈夫かな。まだ開けてないの。チュール。でもチュールのね、ところは見せたの。あやがらーって。これ、めちゃめちゃうまいんだぞっつって、チュールの袋だけ見せた。全然興味失せてた。やっぱまだその魅力を食べてないから、何?みたいな感じで、あれだったけど、なんすかそれみたいな感じですぐそぽ迎えたけど、これやばいからなと。チュールやぞと。ペコーラはね、ちゃんと言ったから。もう全然興味なかった。まだ知らないみたい。久々に見せてやる。見たいの、ペコちゃんの。ゴロニャン。ゴロニャン。どれがいいかな。どうのゴロニャンにしようかな。あ、じゃあ最近、ね、アマゾンのペコちゃんが何頼んだんだっけな、このアマゾン。忘れちゃったけど、アマゾンでね、物を頼んだやつで、ね。よく猫ちゃんって段ボール入るペコちゃんだから、ペコちゃんがちょっと改造っていうか、まぁちょっと穴開けてあげてさ、入れるようにして、ちょっと入った、自分が入った、ちょっと遊んだってやつを見せようか。かわいかったにゃ。そう、ペコちゃんがゴロニャンが入る大きさまで切ってあげたペコなんだよ。そしたらね、まんまと入ってくれたわ。どれにしようかな。すべて可愛すぎる。怖いんだけど、まずじゃあ、うちのゴロが、ダンボールで、遊んで中にいるときのね、ゴロニャンから。せーの、ドンと。あー、可愛い!アイドルかのように可愛らしいペコですね。可愛い。ね、こんな、うちの子はこんな可愛いんですよ。めちゃめちゃ。めちゃくそ可愛いゴロニャンなんですけども。ま、この可愛らしい子が気合を抜くと、ね、皆さんちょっと驚かないでください。同じニャンちゃんですからね。あ、ちょっと。同じニャンちゃんだからね。いきます。本当に愛おしいゴロをね見ながら日々奮闘しております。ゴロがね、いやゴロほんとかわいい。こういうね、ちょっとね、なんかちょっとおまぬけな感じ、おまぬけな顔というかおとぼけな感じの顔もよくするから、しかも下前ペコイラが配信で言ったさ、怒った時にちゃんと怒らなきゃいけない時に舌出したやつあるじゃん。もうこれほぼさ、これに舌出たみたいな感じだったからね。メコちゃんが怒らなきゃいけなくて、ね、ゴロってダメだよって言った時に、これにほぼ舌がペロって出たやつが前説明したんだもんだから。え、面白い。早く会いたいわ、メコラ。
ずるいよな、こんなん許しちゃうべくだよね。